カオ君、自分から、自分から。しっかり切って、しっかり切って。入んない、入んない。山本アロン鈴木さん、鈴木さん。メール出したんですけど、見てないっす。あと、じゃ今で大丈夫ですか。あの、袋閉じじゃないですか。バイサイズって、ラフに210になったんですか。196であっても。196の2なので。若干、高さ一緒で、横が。196ですよ、多分。ちょっとわかんないんですけど。サンプルで見てるのが、サンプルのイラストレーターなんですよ。で、まあ、見ればわかるっちゃわかるんですけど、だから大きいアートボードが196ですよね、多分。一応測ったんで、あと、有用じゃないですか。文字ってどうするの？じゃあ、そのまま入れとくから、あとで直す。キャップもです。2回分っていうか、2つ分のあれが有用じゃないですか。寂しかったら2つ冷凍で、両方とも同じような感じですかね。見出しとキャップってなってます。デザイン優先権の前に後で直して。ああ、わかりました。はい、じゃあそのまま。ああ、わかりました。その他にもあるんだね。はい、日曜ぐらいにできればいいですか。明日の夜ぐらい。じゃあ、こっちもらえます。すいません。入んない、もうガード入んないよ、もうガード入んないよ。しっかり割って、しっかり割って。そうそうそう、いいよいいよ。割ったら、枕。ここ来るぞ、ここやってるぞ。左足引っ掛けられてるから、一回ハーフで固めた方がいい。腰切って固めちゃおう。で、それで相手の腕を、いいよ。手反対。左手反対の足に入れよう。そう。で、できれば外側ね。できれば外側、膝は外側。今のところアドバンテージね。はい、もう一回一緒でいいよ。時計が見えないんだよね。かかってるから。点数入った？アドバンテージだけです。さっきのハーフ。そうだ。ハーフっていうかパスガード。カヤ君、早めに対処しよう。巻かれて十字狙われる。さっきと一緒で焦んなくていいですよ。焦っていかない。じっくり行きましょう。オッケー。もうちょっと右手深く行こう。顔向こう向かせるぐらい。右手深くか、そう、手突っ張って同じ効果あるから。集中して。はい、スロー来たら潰す。任せない、早めに対処。残り3つだって。OK、さっきと一緒でいい。それでいい。しっかり膝つけて、つま先と膝両方床につけて。しっかり侵入させたら踏み取りに行ってもいいよ。右足絡まれてるから、左足絡まれてるから、
一気にいけないんで、じっくりハーフで作っていこう。オッケーいいよ。腰か完全に切っちゃって、右手深く、枕深く、まず膝出しましょう。いや、もうちょい低くいけ、低く。まず膝出しますよ、膝。右手、左手、膝近く持って、膝近く。よし。はい、しっかり押さえよう。紙芯で押さえろ、紙芯。バック。お尻ちょっと下げてきて、下げていきましょう、お尻。3回、4回いった。寄ってもらった。押し、伸ばせ、締めていい。手入ってる。ここ動かなきゃダメだよ、この辺の色合いが過ぎる。あれだよ、あの。